真に挑む力があれば私など楽に倒せるはずだ。そうだろう？よろしい。では手合わせの前にさあ始めるとしよう。好きな召喚獣を呼ぶがいい。そこまで。もう十分。成長したな、ユーナ。私にとっても喜ばしいことだ。とっておけ。父親を超える実力をつけたか。よろしい。さあ、始めるとしよう。召喚獣を呼ぶがいい。
そこまで。成長したな。取っておけ。さて、ユーナ、修行の成果を見せてもらおうか。さて、ユーナ、よろしい。さあ、始めるとしよう。好きな召喚獣を呼ぶがいい。
そこまで。成長したな、ユーナ。とっておけ。ありがとうございました。またよろしくお願いします。どうやら無理のようだ。え、お前はもう父親を超えた。私が教えることは何もない。私の役目は終わり、スピラにとどまる理由も消えたということだ。あ、送ってやれ。はい。頼むぞ、ユーナ。神を消し去り、スピラを救ってくれ。いつおっぱじめてもいいぜ。おーし。待ちな。ここは通行止めだ。何人たりともベベルへ入れてはならぬ。で、ジーンの命令だ。は？マイカ老師が亡くなったから喪に服してるんだよ。兄ちゃん、持って何？気にすんな。まあそれは表向きの理由だな。四老師が全員いなくなって寺院はガタガタでよ。反乱を恐れてよそ者締め出し中だ。おかげで兄貴もいい迷惑さ。イサールどうしてるんだ？ベベルに残って寺院の防衛に協力してくれって泣きつかれてな。兄貴もあの性格じゃねえか。断りきれなくてよ。僕たち旅を続けなくていいのかな。いいわけはねえけど、しゃねえな。まあそういうわけだ。ベベルは相当ごたついてっから近づかねえ方が身のためだ。ユーナ様が反逆者だってのはアルベド族のデマらしいけどよ、いまいち信じらんねえよな。アルベドには世話になったしな。イサール兄ちゃんがユーナ様によろしくってさ。それからごめんって言ってたよ。